皆さん、こんばんは、マーティン・ダーのミラクルボーイ、キングタクです。巨人の変わらないことのお話をします。まあ、FA の獲得選手が多い、フリーエージェント制度が導入しても、獲得積極すぎる、あとは故障者が多すぎるのと、事件が多すぎる選手ばかり、何かしらの理由で故障者が多いのと。やはり暗黒はまあ、2010年代に入っては、最下位と5位はなく4位が最低です。優勝は何回かはしたものの、日本シリーズは、まだ、1回だけ優勝したのが、準優勝1回、何回か準優勝はあるもののダメですね。一発頼みが多い。今の巨人はまあ、走塁も大事にはしてます。やはり、一発頼みが多い選手を獲得、一発頼みの獲得もそうですが、やはり走塁の面も絡めて、育成との両立も確かに大事です。今の買わない巨人です、いろいろと。はい。まあ、FA で獲得した選手、戦力外もしくは自由契約、退団が多い。というわけで以上です。バイバイ。